茨城県道48号土浦龍ヶ崎線、中根台4丁目交差点付近牛久市、岡美町の岡美交差点付近茨城県道48号、土浦龍ヶ崎線は、茨城県土浦市から、龍ヶ崎市に至る県道である。土浦市小松の国道125号から、龍ヶ崎市慣れ芝町の茨城県道5号龍ヶ崎、伊子線までを循環する路線。途中、 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地を経由して、首都圏中央連絡自動車道、牛久網インターチェンジと接続し、牛久市岡見町では国道408号と交差する。この原道の他に、土浦市小岩田で分岐して国道6号と並行するルートで、稲敷郡阿網町住吉へ至るバイパスがある。原道の方は、2007年に開設された県王道、 牛久網インターチェンジを中心にバイパス建設が進められている。1959年10月14日、新たな県道として土浦市を起点とし、龍ヶ崎市を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号48に変更されて、現在に至る。また、バイパスの建設も進められており、 2001年に都市計画道路荒川沖田予選の指定区間が開通。阿弥町牛久市間では首都圏中央連絡自動車道との連携強化のため2008年までに牛久阿弥インターチェンジ牛久市結束長間のバイパス道路が部分開通している。道路法の規定に基づき阿弥町小松稲式郡阿弥町住吉間及び阿弥町小池龍ケ崎市慣れ芝町間は 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を立てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が、 極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員のものにあっては、当該道路の路面の幅員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。限度をバイパス。ありがとうございます。